ああ、やっと来た。あんたね、自分から呼び出しといて遅刻するなんてどういう神経してんのよ。私、怒ってるからね。簡単に機嫌直せると思わないでよね。わざわざ早起きして気合入れてきたのバカみたいじゃない。張り切ってたのは私だけなのね。ん？別に何にも言ってない。で、あんたはなんで私をこんなところに呼び出したわけ？デートしよう？はぁ？何デートなんて恥ずかしい言葉使っちゃってんのよ。行かないよ。私怒ってるし、私をデートに誘うなんて10年早い。クリボッタホテルのバイキング？連れてってくれんの？知ってるに決まってんじゃない。あらゆる国の料理が食べ放題なのはもちろん、お寿司や唐揚げ、ポーチドエッグなど数十種類の料理を一流シェフがその場で作ってくれて、しかもソフトクリームをくるくるやる機械を自分で扱える、あのクリボッタホテルでしょ。そりゃ詳しくもなるよ。いつも広告見て行きたいなーって思ってたんだから。でもあそこクリボッタホテルだけあって高いよ。私そんなにお金持ってないし。招待券がある？それで私を誘ってくれたの？嘘、すっごい嬉しい。やっほーい。あんたっていいとこあるじゃん。まあ、私はあんたがそういうやつだって知ってたけどね。行かないなんて誰が言ったのよ。行くに決まってんでしょ。あんたに誘われてこの一週間、ずっとそわそわしてたんだからね。ほら、早くしないと置いていくよ。一日100個限定の最高級メンチカツが私に急げと言っている。この最高級メンチカツのために急いで来た甲斐があったよ。最後の1個ゲットできてよかった。はぁ、うん、噛めば噛むほど肉汁が溢れてくる。あんたも一口食べる？いいから食べてみなって。ほら、美味しいでしょ。こっちのもつ鍋も最高。ホタルイカのパスタもトムヤンくんもみんな大好き。食後には一緒にソフトクリームくるくるやろうね。あれやったことないけどうまくできるかな。それからクレープも作ろうね。いろんなトッピングがあって自由に使っていいんだって。私はもちろん夢のトッピング全種盛り。あんたさっきからちゃんと食べてる？ニヤニヤ私の顔見てばっかりで全然手を動かしてないじゃない、私のはしゃぐ顔が可愛くて見とれてたって。からかわないでよ。そんなこと言われたらどんな顔して食べていいのかわからなくなっちゃうじゃない。冗談だから気にしないで食べて。それもそれでムカつく。はさ、今日どういうつもりで私を誘ってくれたの？あんたと二人きりで出かける、つまりデートっていうのとかめったにないでしょ。だから私はそれなりに緊張してたんだけど。まあ緊張はバイキングのおかげで全部吹き飛んだけどね。そのあんたはどうなのよ。少しは緊張してくれた？そっか、それならよかった。私だけ緊張してたらバカみたいだもんね。すごいベタな質問していい？
あんたってどんな子がタイプなの？あ、いや、別に気になるわけじゃないよ。デートならこういう会話もすべきなのかなって思っただけで。どうなの？ご飯を美味しそうに食べる子が好き。だからそういうこと言われると食べにくくなるでしょ。ああ、せっかくの美味しい料理の味が分からなくなってきちゃったじゃない。もうこっち見るの禁止。あんたは後ろ向いて食べなさい。さすがにもう食べれないや。ほぼ全ての料理を制覇したもんね。ああ、苦しい。ソフトクリーム作るのが楽しくて10個も作っちゃったせいかな。あれ難しいんだね。満足いく巻きはとうとうできなかったよ。じゃ、そろそろ出よっか。の隣にお土産売ってる。1メートルの超ロングポッキン。デザートコーナーにあったけど、お土産にもなってるんだ。途中で折らずに完食できたらハッピーになれるかも。だってさ、くだらないよね。と思ったけど、やっぱり私買おうかな。あ、笑わないでよ。私の勝手でしょ。好きなのよ、ポッキン。もう、子供を慈しむような目で見ないでよ。こんなところに噴水があるなんて知らなかったよ。二人でベンチに座って噴水を見るなんて、本格的にデートっぽいね。恋も何も、本当にそうなんだけどさ。今日は、ありがとね。あんたに誘ってもらえて、嬉しかった。もちろん、ずっと行きたかったバイキングに行けたっていうのもあるけど、あんたが、私を選んでくれたことが、嬉しかったよ。それでね、その、今日のお礼っていうわけじゃないけど、あんたをハッピーにしてあげようと思うの。何よその顔。妖精パワーでハッピーマジックをかけてあげる。なんてファンタジックな展開じゃないわよ。もっと違う方法で。どう？ハッピーになりたいの？なりたくないの？どっち？うん、よろしい。でもね、一つ条件があるの。これから教えるハッピーになれる方法は絶対誰にも言っちゃいけないの。そりゃそうでしょ。簡単にハッピーになる方法が広まっちゃったら、みんな努力しなくなっちゃうもん。いい？二人だけの秘密だからね。じゃあ、教えてあげる。ここには、さっき買った1メートルの超ロングポッキンがあります。これを最後まで折らずに完食すると、ハッピーになれます。あ、待って、早まらないで。冷たい視線送らないで。あんたにこれをあげるつもりはないの。私だってポッキン食べたいんだから。じゃあどうしたらいいと思う？半分に折ったらいい？あのね、私の話聞いてた？途中で折ったらハッピーになれないんだってば。ああ、もう！だから！あんたはそっち、私はこっちの端から食べていけばいいって言ってんの！恥ずかしいな。そうしたら、ハッピーも二人分になるかもしれないでしょ？ポッキンも二人で分けられるじゃん？だから、ね。あんたも私もハッピーになれると思うから、ほら、そっち、加えて。いい？行くよ。